名前をください。名前をください。どういうこと？翼をください。アクアリウムは踊らない。ギョエー！オワって何？あれ、君、失礼したです。ついぼーっとしてたんです。トイちゃん？トイちゃんもしかして。トイちゃんじゃないこれ。トイちゃんじゃない？どこかで。どうしたです？お姉さん、痛かったですか？違う。なんでもない。こちらこそごめんよ。あれ、私、この空間に来る前、トイちゃんだよね。どこにいたんだっけ？なんで、こんな、記憶が、私は、なんか、すずちゃんもおかしくなってきちゃったね。これ、ちょっと、やばいな。頭でも打ったか？いや、ごめん。大丈夫。ちょっと、なんか、もやもやしただけ。迷惑をかけてすまないな。少し休ませる。名前は？あ、申し遅れたです。名前は、アシカです。皆さんは、なぜこんなところに？人探しだ。ルルという巻紙の少女を探している。そうだったですか。それは大変です。何か情報があったらお伝えするですね。この部屋でわからないことがあったら、このアシカに聞いてくださいです。こう見えても、機械には強いですよ。徐々におかしくなってきちゃってるんだね。セーブして。トリマー、もうちょっと部屋を探す。アシカに声をかけてみる。あ、さっきのお姉さん、見てください。このパソコンたち。こんなにたくさんのハイテク機械に囲まれて、アシカ、幸せです。あれ？どうかしたですか？私、君と、どこかで、会ったことが、水色のお姉さん？あれ？なんで忘れたんだろう。私は君と水族館でぶつかって、それで、君が倒れているのを見つけて、何のことですか？そうだ、年間パスポート。君、私に見せてくれたパスポートに写真と名前が、いつもそのポケットに入れてるって。ポケット？あれ？なんか入ってるです。もしかして？トイちゃんっぽいよね。写真が消えてる。名前も、どういうことなの？あのカード、このカード、アシカのものなんですか？このカード、覚えがないです。人違いなのか。ごめん、変なこと言って。うわぁ、謎が広がるだけですね。アシカ、何か忘れちゃったんですか？ああ、やっぱ、前回のさ、カフェのお姉さんも、なんかそういう感じだったよね。私、何してたんだっけみたいな。やっぱ、もっとみんな人間説なんだろうな。そんな気がする。はい。で、この辺ちょっと見てみよう。これが、なんかあるんだよな。硬くて飽きそうにない。なんだか、鉄臭い。これは？謎のロボットがいる。今にも動き出しそうだ、パーペ。音が鳴っている。ピピピピピって音が鳴ってる。これ何？生臭い匂いがする。なんで黒い何かがうごめいている。触ったら電化しそう。感電しそう。感電しそうか。これは？これは特にない。こっちの部屋はいけない。あ、いけるやん。あ、よかった。本当に、人違いなのかな。それにどうして記憶が曖昧になってるの。クリーピーって何なの。私はその秘密を知らない方がいいの。悩んだら一度立ち止まって、カッパッペッペー。
もう滑舌がひどい。てらららりーん、行ってみよっか。先に進もう。ん？自動だ。なにこれ？クラゲがいっぱい。お前ら、ここの部屋で。すず、どうした？さっきから。ごめん。なんか、頭の中がもやもやして。しばらくこの部屋で休もう。キティも、今のうちに体を休めておけ。わかったわ。しばらく好きに休め。はい。あんた、具合悪そうじゃない。外の空気でも吸っていたらどうなのよ。ああ、外出ろってこと？つまりはそういうことだよね。この音がないの怖いんだけど。どうした？体調は大丈夫なのか？うん。ちょっと、アシカにルルの情報がないか聞いてくる。そうか。用事が済んだら、早めに戻ってこい。わかってる。怖いなぁ。ちょっとセーブさせて。なんか、もうセーブする場所がないから、ここでっか。チコチーン。アシカ？アシカ、さっきは変なこと言ってごめん。いえ、こちらこそ力になれなくて申し訳ないです。この部屋でルルの情報があれば。これ、まさか監視カメラの映像？はい、そうですよ。さっきようやくしっかり見られるように。あ、監視カメラを見れば、ルルの手がかりが見つかるかも。調べてみるです。はいはいはい。この辺でルルちゃんがどっかに出てくるのかな？あ、ここにもあったんだ。まあ、いろんなところに監視カメラあったからね。はぁ、いるじゃない。あれ？誰か映ってるです。ルル、この方ですか？そう、ルル、よかった、無事で。ここはシーラカンス展示室の近くのはずです。ありがとう。これでルルを助けれる。あとは出口さえ探せば。シーラカンス？シーラカンランス？ん？もうね、無知すぎるのよ。私が。本当に良くない。早く、二人に知らせなきゃ。知らせに行きましょうか。で、その前にセーブしての。やっぱセーブは大事ですからね。チコリーン。大丈夫？スーズ、逃げろ！え、ちょっと待って、何急に。キティ？キティ、お前何して？手資料の毒を浴びせたのに、まだ来てるなんて。まあ、いっか。目的はレトロじゃないもの。なんでキティちゃん？キティちゃん？キティちゃん？キティ。なんでこんなことすんの？ごめんなさい、スーズ。弟のために、死んでもらうわ。どういうこと？どういうこと？あそこだ！小さい女の子が、サメに襲われてるぞ。きっとサメだと思うんだよね。助けろ！早くしなきゃ、あの子食べられちゃうわ。どうしてそんなことするの？あの子は、私のこと、助けてくれたのに。やめて。私の大切な、この、あっち行け！やめて。くらえ！この子から離れろ！やめて！この、悪魔め！やめて！何？急にキティちゃんが。キティ？いやだ。痛いよ。いや、うわ。クリーピーなの？もしかして。
ガチ、ガチじゃん。ガチじゃん。これは、クリーピー。間に合わなかったか。戦うってこと？キティと、あー違うわ。キティ、待って！スズ、オーナー！キティ！誰なの？君は。キティなの？どういうこと？何？深海の石、石か。石が必要なのかな。深海の石の力って、音しな、あい、に、病気、の、二個。まさか、待って。今、点と点が繋がったかもしれん。スーズちゃんが最初に行ってた病院の男の子って二個。そのお姉ちゃんが来て。おい、スーズ、きっとそうだよね。ニコ。キティと同じ髪色。あ？これやるよ。年下のくせに、相変わらずこいつはタメ口だな。水族館のプレミアムチケット。ニコは？あいつは、キティの弟なの？そういうことか。キティ、ニコの病気が治るってどういうことなの？ま、キティに戻った。キティ、あんたは、私が。やばい。何？来た。何が来たの？なんか来た。何？気持ち悪い。キティ、何して？海雲、ようやく来たわね。さっき言ってた、獲物はこいつよ。あ、来ちゃった。え？スーズを、早く捕らえて、あいつのところに向かうわよ。まだ殺しちゃダメ。トラブルもあったけど、なんとかうまくきそうね。さあ、海雲。殺しちゃダメだけど、腕の一本くらいなら、やってもいいわ。え？違う、私じゃないわ。獲物はあっち、あっちよ。やばい、来てるよ。いや、無理だよ、これ。マジか。あ、わかった。海雲って、あのエレベーターで、ガーンって出てきたやつじゃない？鍵が壊れている。あ、来ますか？ちょっと待って。大佐のとこ行こう。ここは今無理。キティのとこで、いや、大佐を待とうよ。大佐を待った方がいいって。こっちは？こっちはいけない。これシーラカンスだよね、この魚。これシーラカンスだよね。行くしかないな。うわぁ、キティ。光ってる、なんか。何かが浮いている。見てみますか。水面に。あ、怖い。キティの手が浮いている。
なになになに、俺セーブしてない、セーブしてない、これセーブしないとやばいって、セーブしないとやばいパターンだよこれ。スーズ大佐、無事だったか、怪我はないか。毒を浴びたんじゃ、キティは。新しい血の匂い、まさかキティの。ああまずい、ここから離れるぞ。待てよ、キティはおそらくもう嘘でしょ。まずい、気配が強くなっている、走れ。すまない、やばい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 、走んないといけないけど、セーブもしたい、セーブもしたい。あー、セーブできんかった。あー、すごい、よくわかんないところまで来てる。スーズ、キティはエレベーターで襲ってきたのと同じ化け物に襲われて。そうか。ねえ、あれは誰なの？キティなの？クリーピーなの？クリーピーって何なの？なんで私はクラゲに変身できるの？何か関係あるの？スーズ、アシカってこう、水族館で見たことうり二つだった。人間がクリーピーになるってこと？おい、私も、クリーピーになるの？スーズ、落ち着け。じゃあ教えてよ。クリーピーのことも、この空間のことも、なんでクラゲに変身するのかも。キティが言ってた深海の石も、一体何のことなの？深海の石。ねえ、教えてよ全部。それは、また、教えてくれないんだね。スズ、もういいよ。この空間から出るまで手を組むって契約、ここまでにさせて。私は一人でルルを探すよ。さようなら。待てスズ、私は本当はこの空間からの脱出方法を知っている。どういうこと？え、どういうこと？え、どういうこと？普通にどういうこと？え、な、え？実は、この空間を作ったのは、後ろ！え、壊れんの？壊れんの？え、走れ！あ、やばい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 。え、ちょ、落ちた。やばい、落ちちゃった。これ、いけないパターンでしたよね。